ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車の名は虎次郎、人呼んで風天の虎と発します。どうせおいらは役がないき、わかっちゃいるんだ妹よ、ちょっとこっちいらっしゃい。これ見てちょうだいと。はい、ほら、中学生、高校生の皆さん、こっちいらっしゃい。と、これ、テントしてみ。ね、と、皆さん、修学旅行はもうしましたか？まだしない。来年、きっとします。さあ、ここに取り出しましたら、このカバン。ね、角は一流デパート、赤木屋、黒木屋、白木屋さんで、紅を白いつけたお姉ちゃんから、ください、ちょうだいでお願いしますと、ほら、8000から9000、くだらない品物。今日はそれだけくださいとは申しません。なぜかというと、私は山形県人が大好き、ね、今だから言いましょう。私のお母さんが山形県の出身、そして私の女房とめかじが恥ずかしながらまた山形県人と、ね、こうなったら大サービス。物の始まりが1ならば、国の始まりが大和の国、島の始まりが淡路島、泥棒の始まりが石川の五右衛門なら。お勉強どうもありがとう。あばよ、一体どうしたのかしら。いつもこうなの。あんまり気にしないで。私たちはね、慣れっこだけど。でもね、さっきお話した時にはそんなことこれっぽっちも言ってなかったのよ。そう、何か私気に障るようなことでも言ったかしら。あなたのせいじゃないんですよ。そうそう、一服するか、うん、おい、お茶飲み。けましておめでとうございます。玲子先生にはその後お変わりなくお過ごしでしょうか。9年中は思い起こせば恥ずかしきことの数々、今はただ後悔と反省の日々を過ごしつつ、遥か遠い旅の空からあなた様の幸せなご結婚をお祈りしております。末筆ながら、私の愚かなる妹さくらをはじめ、無教育な虎屋の家族一同のことをくれぐれもお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。旅先にて車虎次郎。おい、もうちょっとゆっくり歩けよ。先を急ぐ旅じゃねえんだからさ、年寄りは年寄りらしくのんびり歩いたらどうなんだ。海と歩いてると僕は休んでばかりいなきゃいかん。もし風の期待は足りんのじゃないのか。